持ってるの。あ、え、待って、持ってない。欲しいな。え、先生、これは持ってるんですけど。持ってたか。触り心地もこっちの方が硬いですなんかさ、お店屋さんのさ、トイレにさ、なんか感情やおチャンネルです。で、今日はちょっとよくわからないんですけど、さっきなんかママがキャンドゥでいいものを買ってきたということで、まあ、よくわからないんですけど、ママが何かをしてくれるそうです。おちゃんのいいもの、ね、キャンドゥとダイソーで、ちょこちょこ今の大好きなところだ。そう、ちょこちょこ買ってたんですよ。でなんか可愛いのがありそう。うん、気持ち悪い。どっちのとかは特に決めてないから、あの、わかる、これは岩のとか、これは桃のって決めてないから、二人でね、分けてください。はーい、オッケー。はい、あ、まあ多分可愛いのは桃ちゃんがほら、と思う。わかんない、結構可愛いと思うよ。あ、じゃあおもちゃはないってこと。うん、おもちゃはない。あ、おもちゃはもうないかな。なんだこれと思うやつもあるかな。え、ママが違うもの買ったやつもある。ママのもある。ママのは、うん、まあ、うん、ちょっと使いたいなって思ったのもあるけど。それはあるだろ、100均はね。2人で分けてください。はい、ではせーの、キャンドゥー。キャンドゥーって、おもちゃ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 、あった、あった、って思うの。じゃあ一個一個取り出して説明してください。見て、これは1個、お買い物カートです。1個目入ってたのはこちらです。ハートです。もうこれリカちゃんあさりで使うかな。使う。次にこれはこれは何よって感じ。何よ。これはランページさんとかプリレジェの、うん、あの袋とかをそこに入れると特製バッグができるので、あ、作りたくて買いました。はい、ビニールバッグクリアビニールバッグですね。どれか選んで。あ、じゃあもう一つ。これがいい。あ、それ新作だ。これかわいい牛乳パックかな。それかわいいでしょ。いちごの牛乳パック、うん、これ今日多分新作。ピリン、うん、そう、おとといまでなかった。え、そうなの。かんないけど、ね、次ピアがずっと欲しかった。あ、嘘、これずっと欲しかったんだけど。持ってない。持ってない。これね、なかなか買わなかった。なぜか買わなくて欲しかったんで嬉しいです。嬉しそう。よかった。もうじゃあお買いらない。じゃあ下の持ってるの。あ、え、待って、持ってない、持ってない。クロスクリーンで持ってる。あれだけど、あれとあれは持ってる。これ持ってない。次はお豆。おー、すごい。あれ、あ、まだまだ、まあ、これさ、これ枝の中が飛び出てか思ってない。もうね、スクイーズは色ありすぎてね、感じで怖いんで。これは同じで開けられない。じゃあ後で開けよっか。なんかいつもさ、もう岩が持ってるのに見えちゃって、どれが持ってないか分かんなくて買うか迷いました。おもちゃ見て、おもちゃ見て。近くない、なんかカメラ。そうえ、どこ行くの。ちょっと近いよ。近いわ。行きます。これはね、え、待って、やば、待って待って、違う、持ってるんだけど。持ってんの。違う違うよ、持ってるんだけど、今触った瞬間超低反発の、見ててよ。え、違うの、持ってるのと。いや、いや、全く同じだけど、やばい。え、待って、全然違う、見ててよ、これは。よかった。え、超低反発なのに、待って、ちょっと待って、これ開けた方が分かりやすい。待って、え、めちゃくちゃびっくりしたんだけど。よかった。ちょっと待って、違う。え、やばい、全然違う。これはね、あれだよ、店員さんが、これ店員さんが、あの、ママが買い物してる時にちょうど開けてた、開けててか出してた、品出ししてた。新しいのかな。匂いすごいし、え、ちょっと見ててよ。古い、これ古いっていうか、だってみんな絶対さ、あれだよ、絶対みんな驚いたって。だって、いやいや、マジで絶対これ新作じゃない。同じだけど。本当。だって言うのやつさ、超硬いもん。こんなの。こんなやったやった、すごい。よかった、買った甲斐があった。一瞬同じかと思ったんだけど、全然触り心地が違って超びっくりした。ほら、あ、よかった。で、見てよ、ほら、店員さんがさ、出しててさ、買いづらかったんだけど、うん、なんか申し訳ないじゃん、出したばっかりでさ、なんか列、なんか取っちゃうの。だけど買った。あ、ほんとだ、すごいね。え、ユウが持ってる、超硬い。あ、そうなの。柔らかい。いや、めっちゃ硬いよ。ママもこれ最初さ、食品サンプルかと思って見たら、あ、柔らかいと思って。じゃあいいよ。じゃあ次、もーちゃん選ぶ。いいのある？あ、あった。いいのあった。これは。あ、それ、もーちゃんのだ。どう？なにこれ？あ、なに
ってるか分かんないよ。だけど見てよ、真珠だったよな、可愛くない？なんかこれさ、あのなんかさ、お店屋さんのさ、トイレにさ、なんかいっぱい書いてある。あー、あそこか、あそこか。名前は言えないけど、すごい地元すぎるそれ。なんでそんないっぱい触ってるの？これは可愛くない？これ気持ちいい。ママこの箱見て瞬間すごいさ、綺麗と思って。箱で貝殻セレクションだよ。全部6種類集めたらすごい可愛い。プニプニはしないんだけど、ほら前はさ、なんか前はあの石とか刀とかだったじゃん。それと比べて可愛いやつがあった。男の子でじゃあ次行きましょう。やろうね。うん、すいません、これは持ってるんですけど。持ってたか。触り心地もこっちの方が硬いです。ほら、見てよ、ほら、こっちは開封してる版と、今、うん、が持ってる方が開封してる版だから。硬いです、開封。で、まあね、同じなんですけど、まあね、まあいいんじゃないですか。開封のやつと開封じゃないやつ、ね、やっぱ選んだか。あ、いい匂い。かわいいでしょ。ごめん、そう、1枚使っちゃった。ユニコーンちゃんの色が全部違う。まずここが黄色とか青とか。もしさ、こっちじゃなくてカメラに向けないと。完全にこっち見てる。見ちゃうよね。だんだん。かわいいじゃん。これ使う。あ、でもおもちゃだとユニコーン好きなのもわかるよ、これ。ユニコーンつけてるの。見て。見て。次、もうこれだったのに、もう。このままいいわかな。あ、じゃあ次、これはさっきのこの牛乳のやつと、あ、あれか、いちごシリーズか。これなんか新しい、そう、新しいシリーズ。なんかさ、さっきからいちごシリーズが多い。クリアホルダーですね。うん、クリアホルダー。はい。これももちゃん、これ保育園で使ってもらおうと。なにこれ？タオルだよ。見せてごらん。これすごい可愛い。二人とも猫ちゃんがいる。こっちが黒。この子がママ。これ可愛くない？タオルだよ。タオル？タオル？だから保育園で使う。使いにくいね、外で使うのは。じゃね。だってもうあれで開いた瞬間もう猫だよ。猫。出したらこっちかよ。こっちが出ちゃう。ほら。可愛い。これ可愛い。メガネとか。くやつだよ。保育園で行けるよ。メガネとかパソコンとかさ、カメラのレンズとか。そうなの？え、そうでしょ。ダイカットアニマルタオルだから。めっちゃふわふわなんだけど。いや、わかんないよ。じゃ次いい？これ保育園で嬉しくない？嬉しい。嬉しかった。次は。もういいのないかじ。私と思ってる。嘘。これですね。これは百均の福井で一番最初に買ったやつです。あ、硬い。硬い。だけどまあこれは開封しないやつとしていいんじゃないですか。これ、あ、これ。いや変わらないですね。でもいいよいいよこれ。見せて。ですね。あ、じゃああとはじゃあ順番に渡してあげる。肉も持ってる。じゃあこれでーす。なにこれ。可愛いでしょ。どんどんすごい。おろおろすごいすごい。かわいい。何この可愛いカチューシャ。もう好きそうだよね。なんかももちゃんさ、見たときさ、うん、スライムか。見せて。多分これ紹介してる人はみんな言ったと思うんですけど。あ、え、スクイーズなんだよ。いや、スライムで、だっていろんな人見てやってたけど。え、スライムスクイーズなんだよ。え、ちょっとほら見て、スライムなのにスクイーズ。クイズなのかな。もう勝手に取ったぞ。もちゃんこれもそうなの。いいや。あ、ペン。もちゃんこれ。ペンじゃね。これも新しく発売されてた。しないよ。いちごシリーズか。なんか今年は今年。え、だってすごいこれ。オレンジと黄色、赤とピンクついてるって。なんで？あ、すごい。すごい使えるじゃん。あれベージュ。待ってこれママも欲しかったかも。じゃあ次、いわ。こちらでーす。え、可愛い。なんてこのすごい岩らしい、かわいい。あ、手帳、手帳ね、まだ私ね、子供なのよ。いや、もう写して。でもいいわ。いや、もう写して。欲しいんだって。欲しいの？あなた手帳なんか使う？そうだよ。岩に譲ります。譲るの？手帳かわいいでしょ？あ、これもパスケース。これはね、岩らしい。これもかわいい、めちゃくちゃかわいい。え、どうしたの？ペロ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 。ただスクイーズ集めただけ。じゃあこれも持ってるってことか。それも持ってる。じゃあももちゃんにあげるこれ。これいいっしょ。かわいいっしょ。見ててごらん。ペロペロペロ。それね、めちゃくちゃ硬くて気持ちいいんだよ。あれ、これ、それ高級肉
肉のステーキなんだよ。ね、生のやつもあったあったあった。育成肉なんか生のなんか嫌だった。なんで生のやつ良かったんだけど。これは意味わかんないもん。これは違う。ももとゆわのリュックとバッグかけるやつ。これ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 。これすごい。あ、かわいい。紹介する気ないよ。これあのバレンタインとかチョコとかかけていたりですか。だからこれはユアのお友達用ね。ああ、それは完全バレンタインじゃない。バレンタイン気持ちやばい。ちょっとユアのこれ持ってくるよ。あ、見せて見せて。これさ、これキャラメルちゃんがさ青色の方使ってたよ。これ本当キャラメルちゃん頑張ってたよ。頑張ってた。マシュマロのスライムにして、うん、あのなんかハートのさ茶色いやつに入れて、チョコに塗ったの。やだ。ゆあが持ってるのはこれで。あ、ほんと、あ、ほんとだ。じゃあ、じゃあまずいくよ。あ、ほんとだ。じゃあいくよ。確かに。じゃあ、じゃすごいかも。まずいきます。こっちが柔らかい、こっちがゆあが持ってるの。いくよ。すごいね。じゃあママこっち触っていくよ。せーの。確かにパスって言うの。これパスって。ママ見て、これ見て。何ですか。ほら全然違うよ。ほら本当だ。ほ本当だ。ね、どこからびっくりしたんです。いや本当これは揺れてる。合ってる。ほら形も多分ほら全く同じ。違う商品なんじゃない。そうなのかな。袋はどうだった。袋は全く同じ。やばい。同じ同じ。ユアが前が運が悪かったんじゃない。いやいや、それにしたら違いすぎない。だってさ、ほら見ててよ。こっちも柔らかいのにこっちなんか見てよ。いいことあったね。パサっていうの。え、すごいね。でもいいよね。すごい良かった、うん、マジで。まちゃん目がすごいことになっても大丈夫。目飛び出てる。飛び出てる。ちょっと開けてあげるよ。それ何なんだろう。これじゃこうやってやって。あー、まちゃんが好きなやつじゃん。うわ、お豆が出てきた。かわいい。なんか本物っぽいの。私もさ、顔あった。そしてプニ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 。なんかおかしくない。待って、枝豆じゃん。すごいね。ママありが、ママありがとう。ママありがとう。いえ、100均で勝手に買ってきました。はい、よかった。なんかでも喜んでくれた。よかった。盛り上がってくれた。そうよ、盛り上がるわよ。普通ね。ちょっと見てみて。盛り上がらなきゃ人生つまらない。これ見て、なんか。いつもと違う。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ももからは Twitter、Instagram も見てね。バイバーイ。